資生堂は13日、アイライナー約40万本を自主回収し、製造販売を中止すると発表した。同社の自主回収は今年に入って4回目。今年2月にも同じ商品で自主回収と無料交換を行った。交換商品も含めて回収し、返金する。製造過程でアイライナーの一部にプラスチック片が混入したためという。ドイツで 製造を委託しており、健康被害は報告されていない。対象商品は、インテグレートキラーウィンクジェルライナー。問い合わせは、120.636087。午前9時午後5時。インターネットでは24時間受け付ける。